ラジオネームビワランチュンラリ、有吉さん、東北楽天ゴールデンイーグルスの福山博之投手がオフシーズンの間の独自の調整法を語っていました、うん、牡蠣を食べまくるとか、賞味期限が10日ぐらい過ぎたものを食べるとか、焼肉を焼かないで生肉で食べることもしてます。ノロウイルスにかかって、もうノロウイルスにかかっても練習できたらある程度試合で投げられるし、熱があっても投げられる。お腹が痛くなった時の練習ができる。マジですか。マジかよこいつ。福山投手心強いです。人間いつ何時体調崩すか分かりません。もし登板当日ノロウイルスにかかってしまったら、マウンドに穴開けてチームに迷惑かけます。そこで高熱が出てゲロ吐いてうんこ漏らしながらでも普段通りのピッチングできれば、それこそ真のプロフェッショナルと言えます。いっそのこと暴漢に突然襲われボコボコにされた後でも普段通りのピッチングができるよう、繁華街でチンピラ集団に喧嘩売るとか、交通事故にあっても投げられるよう、わざと道で車に轢かれてみるとか、今後の福山投手の野生味あふれる調整法を期待したいです。なんか寺門呪文と気が合うと思います。一緒に山ごもりしてください。でも一番いいのは何も起こらないよう注意して生活すること。無事これ名馬今シーズンの活躍期待します。すごいね。すごいね。牡蠣食べまくるの。バカだな。やめなさいよ。危ない。面白い人はね、あげとこう。ラジオに三平、うん、半グレチョイブス集団ことイーガールズ、サマンサタバサとコラボで働く女性を応援。うるせえブスがブス応援するんじゃねえよ。お前らの仕事はな、ハミケツ必死のクソ短いホットパンツ履いて暴れることなんだから、雑居ビルのダンススタジオ借りてくねくね動いてろ。短きゃ短いでひどいの来るな。バカじゃないよ。ワンカッパーがよ、あげとくよ。だいぶ酔ったでしょ、ね、だいぶ酔ってる。だいぶ酔ってるから、もう2カッパー、3カッパーって結構いっちゃって、結構いっちゃってんじゃん。ラジオネームビオランチュネル、君の名はに対抗して俺のアナルはという映画の脚本を執筆中です。この俺のアナルはという映画は、自分のアナルと誰かのアナルが入れ替わる話です。バカじゃねえの。俺物の最初入れ替わった時は全く気づくことなく生活してるのですが、やたらアナルが痛く切れて血が出ていることに気づいた神木隆之介が、誰かとアナルが入れ替わってることに気づき、アナル相手を探す旅に出ます。目印として自分のアナルに神木というタトゥーを入れ、アナルが入れ替わった瞬間を見計らって家を飛び出し、道行く人々にすいません、アナル見せてもらえますかと尋ねて歩くロードムービーです。アナルの相手が土屋アンナであったことが分かった神木は、すいません土屋さん、あんまり無茶しないでくださいねとやんわり注意し、土屋がごめんごめん悪かったすまねえと謝って、以後アナルが痛むことはなくなったという話です。バカな。バカな。エンジェルあげとこう。エンジェル笑っちゃったよ。ラジオネームケツダシエッフェル子ちゃん、エッフェルトな。どうもー、風俗嬢にチンコに書いた俳句を読ませるのが趣味の女子でーす。え、誰かって、うんうん、私はね、本名 OK 横顔ひげハゲ女こと正岡しき子ちゃんでした。何を言ってんだよ。おい安田、なんだ錆びた包丁だ、お前の汚ねえチンコに私の代表作掘ってやっから、下髪切って喜べよ。いいな。クソ見れば腹なる安田、クソ食い虫。下手くそだ、下手くそだろお前。いい俳句だろ。どこがいいんだよバカ。クソが目に浮かぶだろ。おいクソ食い虫。JFL の前でバルさん炊いて待ってっから飛び込んでこい。何してくれよ。めちゃめちゃ面白いじゃん。いや面白い、ね、本名 OK 横顔ひげハゲ女こと正岡しき子ちゃん、エンジェルあげあげちゃうんだ。パン、ポイズンの中で埋めないと基本よ。タク吉村 FM 長野、
言いたいことも言えないこんな世の中じゃペロンチョ。いやだからポイズンの中に入れないと揚げとか揚げとかペロンチョだとさなんか気持ち悪いじゃん。なんかなんでボキャブラやってきたからそういうのちょっと敏感なんですよ。なんかボキャブラやってたから、やってた不採用なんですよボキャブラで。これやったら